まさき世界に曲が何曲あると思う？1万ぐらい。1万だって。マジで言ってるそれ。俺の iPod の中だけでも。よく考えていいよ。よく考えていいよ。じゃあ2兆。2兆。うん。まあいいですね、言ってんじゃないの。うん。540強。はい、正解は540強。強って何？今日って1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。今日。そうだね。うん、1億、100億、1000億。今日、1兆、10兆、説教。今日。K。K か。K っていうのか、あれ。京都の今日？そうそうそう。K だって。K だって。K だって。今日だって。もといだね。もとい。あんた、行きの電車で会っとったよ。K だ。ごめんでした。K でした。うん。だけ音楽があると。そうそう。そういうところから。あるじゃなくて、まあ、その、楽譜？私のさ、ドレミファソラシド。それで使え、ウーロン茶と、カラタンバですね。組み合わせがそう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 。が、まあ、540K。失礼します。40K。はい、失礼します。540K ってさ、例えば1分じゃ 3分の、1曲3分の曲だとしてさ、ね、膨大な時間じゃないですか。まして俺ら30ですよ。31だけど。人生じゃあ、その、80年で生きていくとしてさ、あと50年間、1日24時間かける365かける30、あ、50。うん、このね、1日でじゃあどれだけ聴けるのかって言ったら、正味まあ、3時間ぐらいと聞いて、ね、うん、聞いて。まあそこでじゃあその全ての曲はまあ聴けないと。ね、540K、聴けないと。でもその中でその、まあ、出来上がり音楽を聴きたいっていうところで、これからテーマいや、っていうところで、うん、まあとりあえず、うん、音楽に乾杯、そして藤村に乾杯、そう、藤村に俺に乾杯、そうだね、みんなに乾杯、ノーカンジョリに乾杯、あれ？うん、あ、そうだけど、そうだけど、まあ10月、10月というね、そう、まあいろんなみんなの天気がある中で、で週も久々に、まあ、アーチに戻ってきてね、そうやって。まあ、声を取れる、うん、そういうタイミングで新しいことをやりたいなっていう、はい、あのね、ね、こいつが言ってくれてるわけですよ。そうそうそう、うん、それが今の一景の音楽に関わって540件、うん、どうすべきか、うん、そこからスタートしているんだよね。例えばさ、 CDI ってさ、新しいジャンルの音楽借りたい、例えば、まあ、R&B、ヒップホップ、ロック、これ聞いてると、うん、じゃあ、じゃあなんつったっけ俺、ドローンとか辺境系を聞きたいと、マニアックなとこね、エレクトロニカとか聞きたいけど、何から聞いていいのかってあるじゃん。もう全く無知なジャンル、はい、そこは誰がね、こうなんかレコメンドとか聞いてもいまいちこう違うんだよみたいなのがあるじゃん、うん、でなんだっけ要はあの、じゃあ、例えばじゃあ、マサイケが、J ディラすげえ聞きたいんだよって言ったとするじゃん。うん、J ディラなり、ロバート・グラスパー聞きたいんだよって言ったら、俺だったら、じゃあ J ディラだったら、ファーサイドのランニングから始めて、デラソウルの、ステークス・イン・アイを聞いて、で、その後に、スランビレッジのこれを聞いてくれとか言えるけど、なんかそういうこの導きじゃないけどさ、知れないってこと？そうそうそう。を欲しいなというか、うんうん、そういうつながりをどんどん、知らないジャンルに対してそういうことそうだね、知らないジャンルというので、まあ、俺の友達も結構東京でそういう友達が何人かいるから、なんかそういうので友達、東京は東京でこうそういうのを収録して、愛知は愛知で収録して、どんどんちょっと輪を広げていきたいなっていうのが、ちょっとテーマであるんですよ。それはね、マーシュの言ったけど、ソウルクエリアンって言ったら、
ちょっとこう音楽好きはガッと集めて、うん、こうちょっと、それを輪にして広げてかいけたらなと、まあ、この今のタイム、まあ、はっきり言ってやってることは前と変わらないんだけど、うん、もうちょっとで決め事、人が多くなるから決め事だけ決めて、例えばじゃあワンアーティストを紹介するのに5分設けますと、この中で紹介してください。例えばだけど今日は来るとき言ってたのは、アップロードするときに YouTube とか使うから差別的な発言とか、まあ普通の人が聞いても、いいような内容の、まあ、表現とか、まあ過激であっては別に構わないと思うんだけど、そういう、まあ、差別とか人がこう害するっていうのはちょっとあれかなとか、っていうのをちょっと考えてました。なんかその同居にもなんかその音楽好きの人友達がいるみたいで、なんか俺らもさ2010年からまあ細々とやってたじゃん。でも週が途中でおらんくなったりして、でビロも入ったりしてでやってたけど、なんかそれをその友達が聞いてくれてるみたいでさ、その配信をね、でそういうのもあってなんかすごい面白いですねみたいな、まあ言ってくれてる音楽好きの友達がまあいて、でまあ東京は東京で、さらにそれを発展させてじゃないけど新しいことを、まあ、やりたいですねと、輪を広げたいですねと、話し合う映画なんか新しくて、俺も今日初めて聞いたんだけど、それそうだから本当にその例えば東京来る時とかさ、その友達とかと会ってっていうのも面白いと思いますし、そうだね、だから結構俺が最近本当思ったのはやっぱあんまいないんだよね、そういう友達って音楽しながら、俺いるとこでいたからあんま分かんなかったんだけど、結構やっぱ外から見るといない、そういうの欲してる人が実は結構いるんじゃないかっていう、そういうところもあるそうだね。はい、失礼します。こちらでよろしいですか。これ東京何人いるの。1人。結構いい。今3人いる。3人4人いる。ちょうど同じじゃん。うん、そうそうそう。ちょうどね。今年もね、そんなに、まあ、1個下の子が2人、あと、まあ、結構上の人が1人、やろうと思ったよね。まあ、俺らは結構、まあ、てか最近音楽実際少ないんだけどさ、本とか、そういうのが多いよね。そうだね。で、まあ、趣味もおらんくなったっていうのも大きいんだけど、まあ、今後どうしていくかなっていうので、新たにちょっと、まあ、感化も前、一応、多少はあって。マンションも最近なんか聞いてなかったんだって。ね、この前の結婚式で、まあ、ちょっとまたね、こう、蒸し返してきたっていうのがあるね。そう。だからまあ、その、ちょっと形を変えてではないけど、まあ、今後も続けていく。結局この俺らプラス藤村っていうのはさ、まあきっかけはすごいよ、ほぼ音楽じゃん、どうやるかっていう、それこそ周りにはいない、いない全く、一人いるけどもうあんま会ってない。ああ、そうなんだ。いた前の会社に好きな子がいたけどね、彼女は全然彼女は別にそんなにハンバーグハンバーグ好きなんだ。ハンバーグハンバーグなんか奥さんのさ親もちょっと気に入ったみたいですね。元々フォークを結構聞く人だったの、それこそサダマサシとか、なんかイルカとかさ南こうせつとか、ああいうの割と聞いてて、今でも車の中でなんかそういう CD が流れるぐらい聞いてるんだけど、やっぱそういうのに通じるものがあるんだよね、ハンバーグハンバーグって。まあ、ニューフォークみたいなところもあったりしてます、で音楽の広がりっていうのはね、どこまでも続くという部分もあるので、そうはね、確かに俺らがやってるやつは それぞれにもう紹介、何を紹介したいかっていうのは全て任せて自由に話してもらう、だからマサトが割と短いと思うんだよね、音楽がしてると、もう5分弱とかで終わっちゃったりするし、俺は俺でちょっとまあ長すぎるかもしれないけど、20分ぐらいのやつとかもあればかなり長かったりするんで、まあ、そこら辺をなんか企画を決めてやっ
ってもいいんじゃないかっていう、その見方が一つあると思って、うん、そう、まあ大体一般の人とか、まあ広めるっていうのがまず一番だから、あのまあ一般的に聞きやすい人っていうのを、まあ、決めたりして、うん、何分ぐらいで、うん、あと本当はね定期的にやることが重要なんだよ。そうだね、うん、結構途切れちゃうと、うん、あの本当にリスナーもあの、うん、忘れちゃうというか、うん、そういうとこもあるから、テーマないですよね、うん、テーマというか、うん、全体の全体の、そうだね、その回毎回あ全員が喋るのか、うん、でもバラバラでもいいと思うけど、でも思うのは、うん、あのまあ、4人なら4人でいるじゃん、うん、CM も含めて、うん、4人全員集まってそれをやるってことなの、それとも一人一人が個別で収録してやるってことなの、この中では4人集まった時にするっていう、例えば4人集まってそのこのアーティストを5分で紹介してくださいって言うと、多分一言も喋らないで終わる人とかも割といるような気がするんだけど、逆に乗っかっちゃうとどんどん話が盛り上がっちゃってその企画内に収まらないっていう、うん、結構ねテクがいると思う、あんまりたくさん紹介してもしょうがないよね、うん、毎回。そう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 、でも例えば音楽って関連があるじゃん、例えばディラを紹介するって言ったら、例えばディアンドロ外せないとかさ、ベストラブ外せないって、まあ、人によるけどあるじゃんそういうの、うん、2,3 人ぐらいだったらさ一つのアーティストの派生で逆にそっちの方がこう聞きやすいってこともあったりするからさ、うん、難しいですね、テーマ的にはその音楽のジャンルで毎回回決めた方がいい、いやジャンルは俺はもっと多様化した方がいいと思う、要は俺らがマーシー何が好き、うん、俺でも結構意外にロックを紹介することが多いから、うん、まさか俺フォークだな、フォークだね、じゃあ俺はじゃあジャズとヒップホップの間、でもさ、俺らの中に例えばさっきの話じゃないけど、じゃあドローンとか、うん、まあダウンテンポとかすごいこうディープなエレクトロニカ聞きたいっていう時にそこをフォローしてる人いないじゃん、そこのジャンルを、まあフォロー仮に、まあ、好きな人がいたとしてもこうやって解説的に何か、ね、あの話してさそのことに対して、うん、でそれをなんか一つのパッケージとしてさ何か配信をするだとかっていうところまでやってる人はまあそういないよね、そうそう、ツイッターでちょっとつぶやくとかそれぐらいはあるかもしれない、だから要はそのもっと広い範囲で、例えばじゃあ世の中の音楽がこのキャンパスに収まりますと、で俺らが知ってるのほんと点と点のとこじゃん、ここのとこアクションのとこってすごいいっぱいあってさ、そこを知ってる人をどんどんこう入れ込むじゃないけど、そのじゃあここのじゃあ南米 あのアルゼンチンとかブラジル あのフォークのこと誰が詳しいかって言ったら今いないじゃんそこ詳しい人で、そういうのをどんどんこう紹介できる人がいればすごく早いなと、そのさっきの話じゃないけど540件ある中でどれを選んでくれるかっていうのはさ、そこを知ってる人じゃないと分かんないからさ、俺は個人的にはちょっとなんか違う路線でやっていってもいいのかなっていうのはちょっと思うところはあって、っていうのも俺ら自体この少なくとも愛知の集まりってさ結構その単純に職種的に特殊だったりするやんね、でもまあこれもあれだけど花とかその技師総務で、まあ、俺は行政だけど藤村が歯医者とかって全然でビルは自動車なんだけど、それぞれなんかバックグラウンドっていうかさ携わってることが違うじゃんね、ただそれだけでも面白いなっていうふうに思ってて、だから割と最近は車のことを掘り下げたりするよね、車うん、のことを掘り下げたりする、当然なんか車好きじゃない人よりミロの方が詳しいし、うん、あの仕事で車をやってない人よりも詳しいわけよ業界的な、うん、ディープな部分は、うん、でただそれを話してもらったものを、うん、収録してパッケージ化する で結構評価も今なんかいいねっていうのがついてるんだけど、ミロの車の紹介っていうのは割とそれなりにディープで、車ちょっと好きな人だったら聞いたら面白いなって思う、一応ものになってるじゃん作品というか、だから俺はなんかその
そういういろんな幅広いっていうのも大事だと思うし、もう普通にネットとかで調べりゃ分かるかもしれないんだけど、もうちょっと人の言葉としてそれを話してくれて、なんかパッと聞いて分かりやすいようなもの、うん、音楽だけをそう作ってあげるともっと面白いのかなって思う。だからさっき週のなんか姉ちゃんと姉ちゃんの旦那さんかな、マイケル・ジャクソンすごい好きみたいなんだけど、マイケルの回っていうのを作って、その来てもらって、マイケルのことについて、まあ、俺らしそう知らん、まあ、本当に嫌いじゃないし好きなんだけど、うん、言っても知れてるじゃん、その好きっていうの。だから本当の本気で好きな人に何が面白いのかっていうのを解説してもらう。で、素人がなんか質問しながらキャッチボールして、それをちょっとまとめてあげるだけでも、実は、あ、こういうのちょっと知りたかったんだよねっていう人がキャッチアップできるかもしれなかったりとか、面白かったりするから、それはなんかその一から俺らがさ、じゃあなんだろうな、例えば政治について勉強してみましょうとか言って、この本同じ本を読んで話し合うっていう、まあそういうのもありなんだけど、もう最初からそれをずっと好きな人を呼んできて俺らの輪の中にで話してもらって、それをまとめるって方が割とその効率的だったり、すぐに深い情報にたどり着けたりっていうのもあるかもしれないから、ベースのメンバーは決めといて、そこからその例えばベースメンバーが今4人だけど、東京と愛知で8人になったら、それだけ引っ張ってこれる人が増えるわけじゃん、でさらにその人が引っ張ってきてっていうので、どんどん輪が広がるから、そういう意味でやり方としてそのチームを広げるっていうのはいいと思うし、その実際に収録してパッケージ化するやり方についてはちょっと議論が必要というか、作戦を考えてもいいかもしれない、俺は思ったな、思い切っても映像化してもいいかなと思った。映像ね、喋ってるところ、そうそうそう、YouTube だってさ、どうせまあ、YouTube ラジオももちろん面白いんだけど、どうせ YouTube で見るんだよ、映像、とも思った、これはね、一説というか、思い切って、そこら辺結構切り分けてたところではある、割と最初の頃からさ、その俺は本当にその週だったら週で花の話するだけでも多分そんなやついないから、そうここまでやってるやつ、30になって10でもかけてずっと花やってる、しかも男で、でもそういないと思うから、ただその話を聞いてパッケージするだけで面白いと思ってたけど、でも割とそのああいう、ね、こういう花の話はもうしたくないだとかさ、プライベートに近いし、あと顔もまあ当然出したくないしとかさ、業界のリスクってやっぱそのそう線があるわけじゃん、そうそうそう、人が増えれば増えるほどそのなんだろう、やりたくない線っていうのはどんどんそれこそ増えてっちゃうから、俺はまあ一応そこは心配がないようにというか、距離を置いて絵は出さないようにしてたのが今まで、出すっていう方針であれば多分全然出せるとは思うけど、でやるんだったらその一時期あったユーストリームとか、やっぱりニコ生とか、その生放送配信的なやつにした方が、まあその時のレスポンスも返ってくるし、まあ割となんていうのメインストリームっていうか、まあ、一番広がりやすいやり方ではあると思うけど、そこまでやるかどうか、そうね、俺的には個人的にはだよ、生っていうものの価値よりもそのデータベース、記録に残って、ね、うん、その時々俺が、その二十歳の時の言葉っていうのはもう今話せないの多分、今まで、でも二十歳の時にもしそれを録音してたら、すごいで今聞いたら恥ずかしいけどすごい楽しかったと思うっていうことを今はやりたいです。31なら31でしか話せないけど今撮ってで上げておく、でいつでも聞けるようにしといて、俺だけじゃない誰かも聞けるようにしといて、聞きたい時に聞けるっていう、そういうものをどんどん増やしていくっていうのがいいかなっていうふうに思ってやってるんだけど、絵のやつだとさ、どうせ絵やるんだったらもうそれこそその時に音楽を流したりだとかそういう風にした方がいいと思うんだけど、そこら辺また難しい問題が出てくるからさ、
制約が増えるかもね。うん、そうね、そうね。あとからだと編集もできるしさ、で、やべえ、あれ、しまって今ぐらいよかったなっていうのは、聞くのよ、足つぶしが。ほんと大問題になることもあるしね、そういうの。まあね、基本的にもう、ある一定の知名度がまで到達しない限り、どんだけ変なこと言っても、何も、炎上も何もしないけど。音楽の中心でとか、音楽の、まあでも、と思ってたけど別に、ただ、広がると切りなくなっちゃうから、映画、本、じゃあ文化、政治、まあ宗教、まあ、生活感とかさ、とりあえずは音楽かなとは思ったね、そこだけのところで。とりあえず、きっかけはまあね、ここは音楽だし、その他の友達も、まずは音楽だからさ、まずその、じゃあ初めて会ったのが共産党員の集まりだったわけじゃないからさ。まあそれが一番シンプルなのかなとは思った。一応その、今までやったやつのさ、土台みたいなものは、薄いけど、あるから、ね、それに例えば、まあ、今のホームページとか回ったりするし、そういうものに東京支部の収録みたいなので、アップしていくことも全然可能だし、まあ、それは俺が今まで通り編集して、また俺はまあ参加してないんだけど、その仲間、仲間が東京でやってるやつを俺が配信させてもらうっていうのもあるし、その友達が友達で東京のブログとして立ち上げて、そっちでまあそっちはそっちで動いてもらって、こっちはこっちで動いて、でまあ何らかの形でリンクして、ね、年一で集まって寝ますとかね、例えばそれが一番楽しい、合同合宿的な感じでやって、それはそれでアップするっていう感じで連携でもいいと思う。結構ブログやってる人っていうのはその仲いいブロガーっていうのがいてさ、自分のサイトでそういう別のブログの紹介をしてるじゃん、バナーみたいなのを作ったりして、これ本当面白いんでおすすめです、飛んでみてくださいみたいな、でクリックしたらそっちに行くみたいな、でその逆もあるよっていうので、リンクを増やしていくというかさ、アクセス数を増やしていくっていうのがあるから、それはまあごく一般的なことなんで、そういうのやってる人いるのかな、てか。いるんだよね、多分。いるよ。いるよね、いるよね。俺知らないけど。ただ、まあ、そこまで音楽配信してるっていう人はそんなに。結構ね、ブログで手で書いてる人はいるんだよ。それこそミキシーとかフェイスブックとかで。でも、わざわざ声でなんかみんなで喋って、それを聞かせるっていうのはないと思うんだよ。そう、だから、だから本当にその、俺とかが東京で言われるのは、あ、それで忘れていいねってさ、言われるんだよね。あれか、発見もあるしね、単純に。こんなのが変わるんだろう。そう。だし、その、例えばさ、自分が興味ないジャンルってまず聞かないじゃん。でも、これ誰かに話したんだけど、例えば、友達が聞いてるっていうの、例えば、さっきは聞いてるってなると、なんかすげえ親近感が湧いたり、そのアーティストに対して。ね、キングオブコンビニエンスのボーカルがなんか週に行けるとか言って。そうね。まあそれも近いかもしれないけど。そうやって言われるとね、なんか聞かざるを得ないみたいなところがある。あいつ聞いてんだったら聞いてみようか。どういう気持ちで聞いてんのかなじゃないけどさ。それはまあ、そういうのってあるじゃん。未知のところに飛び込むのには、ある一定の勇気が必要です。一人だったら多分そういうのって、ね、CDR ショップ行ってバッチって、どこに行こうっつって、バッチって聞いたのがいいってあんまり思わないよね。それがもうガチですごい自分に好みだったらいいって思うかもしれないけど、友達がこれいいんだよ、これはこうこうこうで、なんかお前に顔似てんだよって言われたら、じゃあ聞いてみようかな。もうなんかいいな、みたいな。そういうので結構、まあ、好きになるジャンルとかって絶対多いと思うんですよ。逆にそういう、変な意味で先入観がなくて、損してる音楽っていうのもあると思うし。そうだね。そうだね。まあでもスタートとしてやっぱやるんだったら、一遍、
っぺんそういうバーを作ってみたら、うん、東京で東京、ね、うん、で作ってみて、音をちょっといっぺん録音してみて、うん、まあ、そのやりたいなりにちょっと、うん、まあ、多分役割分担もあるんで、俺はこっちではまあ全般的に、うん、そういう場をセッティングして、あとはまあ話してもらいつつ、まあ、司会的な役割やってるけど、まあ、そういう役割分担では多分自然とできてくると思うから、うん、やってもらってまた教えてもらえればいいと思うし、こっちであげてって話だったら音源ちょっとデータまた送ってもらえれば俺聞いて、うん、こっちで、うん、練習するもん、ね、そうだね、それをやりたいなっていうのはまあ単純に、あ、こういう仲間ってあんまりいないなって、まあ改めて思ったそれが一番大きいんだけど、まあ、あと単純に本当に自分がシティショック行った時にこう広げれるのってやっぱ一人じゃないかな、そういう人がいればいいな、このドローンケース知ってる人いないかなって思ったらいないんだよね、そういうつながりができればいいな、うん、っていう初期衝動、アクションといいもんね、その強い思いで年内ぐらいに一回やった方がいいんじゃないですか、東京ではやる、年内ではやるよ、うんうん、年内、そうね、年内できればいいか、うん、俺の好きな映画監督でラース・フォントリアっていうデンマークの映画監督がいるんだけど、その人も一時期さ、まあ、その人が主催者でドグマ95っていうその映画チームみたいなやつを作ってたね。そのドグマっていうのはさ、競技っていう意味なんだけど、ルール、それこそ今言ったようなルールを、例えばその勝手に BGM を載せないとか、編集はできるだけしない、でスタンドカメラじゃなくて全部手持ちで撮るだとかっていう、でドキュメンタリー、勝手な編集しないって、まあ、そういうルールをある程度決めることで、要は誰が撮っても同じような撮影技術で、あとはもうその観点だとか見る視点によってものが作れるよ、そういう考え方を大事にするチームを作ろうぜっていうので、付属したチームがあって、でそれで結局実際それはほとんどそれを使って作られた作品で有名になった作品はないんだけど、うん、要は考え方としてそういうことだよね、似たようなコンセプトを持って、でもかつ それなりにまあ自由度はそれぞれのチームの中で持ちながらやってみようぜっていう共同体みたいなやつを作りたいってことで、うん、いいんじゃないかなと思う、面白いと思う、そう、芸術業界では、まあ、一つのある手法だから、それやっぱルールがいるよね、喋るって。そうなんだよ、うん、だから俺らはまあそれなりにやりながらね、自然とまあ名前、実名は言わないだとか、実名はそうだね、うん、とか、まあでもまあそんなに俺なんだろう、ダメっていうことを作りすぎちゃうとそれこそ何も喋れなくなっちゃうから、極力自由に喋ってもらいつつ、大体自由に喋ってもらうっていうのは大変なんだよ、うん、しかも結構長いじゃんね、割と朝から晩までやってるからさ、喋る内容を項目ぐらいは決めても、そうだから多分前より前のその収録よりも必要なのが、個人でのもうちょっとこのこういうことを喋ろうっていうのをこう理論立ててというか、ちゃんと整理して、そうそう、整理して、これを聞かれたらこう、まあ本当にこう論文じゃないけど、ここ続かれたらこう答えようじゃないけど、そういうのを整理していくっていう、準備しなかった、そう、準備しないか、そう、うん、でやっぱね、結構大変なんだよ、それって、ね、本当に目的意識が共有できないとできなくって、うん、そうそうそう、俺はいろいろやってて、多分できないなって、そこら辺まで強い意志ってないじゃん、だって、正直、うんうん。だから集まってみんなが、ね、時々集まって喋るって、ただそれだけで楽しいから、うん、それをうまく切り取るっていうのだけをもう、できるだけ俺は俺で最小限の手の加え方で、うんうん、面白いものになればって思ってやってるから、あえてルールは作ってこなかった部分もあるから、それをじゃあいきなり音楽でさ、じゃあそのマサはフォークの担当ですって言って、しっかり紹介してくださいみたいな、起承転結もつけてくださいって言われたら結構難しい、結構困るよね、まあ、ね、っていうのもあって、でも もしかしたら、うん、周の周りは特に音楽に特化してるからできるのかもしれないけど、
俺らは割とただ好き勝手のただいるメンバーが盛り上がれそうなやつというか、まあ、好きな曲を弾くだけだよ、ね、そうそれはそれでちょっと一つのやり方だと思ってるから、うんうん、なんかね、東京勢は結構なんかそういうのが作り込みが好きなやつが多いんだよね、多分。俺もね、それは本当にやりたいんだけど、うん、多分ね、愛知勢には合わないんで、今の。あ、そうなの、うん、まあちょっとでも収録してみるよ、それで、うん、結構凝ったやつが多くて、うんうん、最初は特にそうだけどね。そうだね。でもやっぱりさ、自分のじゃあ好きなあの人を世に知らせたいっていうのは、これは単純に俺は嬉しいというかさ、うん、あのこの人知ってもらうためにっていうのはさ、プロモーションとかそういうのじゃないけど、うん、音楽が好きだったらできると思うし、うんうん、まあ気持ち次第で、別に もちろん強制でもないし、ただまあ自分の人生ね、これから俺はいい音楽を聴いていきたいし、少なくとも一つのジャンルでね、例えば90年のヒップホップだけずっと聴いていくっていうつもりはないし、なんかこう視野を広くしたいから、そういうね、友達をこうで広げていきたいっていうのはあるから、それなんだよね、単純に、本当にシンプルに。どう、正行は最近音楽聴いてる？音楽聴いてない、聴いてない、たまに CD 買うぐらいで、うん、最近音楽聴いてない。本とかではあ使っているとかな、本読んでる、本の方が多分音楽は大学ぐらいかな、うん、まあ、本はもう大学からずっと今の、あ、本の方が多いんだけどね。そうなんだね、やっぱ得意分野というか、ね、慣れ親しみ その深さっていうのがあってさ、だから、まあ、こういうフォーマットでね、よければ音楽の話をして、うん、まあ、これはエンビーだけど、うん、エンビーの話をしてリンクつけて、うん、で今までの作品とか、うん、いい動画とかをリンクを貼ってちょっと紹介して、で音源つける、うん、このフォーマットでね、東京支部のやつっていうのを差し込むことかな、うん、なんかそうじゃなくて、まあ、リンクでもいいし、東京と愛知で、別にこだわってやらなくても、なんか質問し合えばいいと思う。自分たちで好きに収録して、うん、それ聞いて質問して次回につなげていくとかね、うん、あ、そのアンサーみたいな感じでね。そうそうそう、なるほどね、うん、面白いかもしれない。あんまり音楽のこのテーマって決める、うん、決めてもいいけど、うん、決めないテーマっていうのもあったら面白いかも。決めれないかもしれない、うん、全然わかんないかもしれないから、うん、まあ、それは本でも何でもいいんだけど、うん、興味を持ったことに対して、うん、まあ、最近の時事だったり、テンション詳しいんだなと思ったら、うん、その人にちょっと質問する、それはあるかもしれない、うんうん、面白いかも。そっちの方が週の、その他にこう広げていくっていうのが、でまたあれになっちゃうけど、そのなんか東京でデモとかがあったりしたわけじゃん、うん、でも俺らは、まあ、愛知もやってたんだけど、うん、そんなにその身近じゃないというか、ちょっとだいぶ距離があったりするし、あ、でもそうなんですよ、あ、そうとか、まあ、東日本の震災とかでも割と距離があってさ、うん、あの東北の人および東京の人と、まあ、九州の人とだとなんかだいぶ感覚が違うみたいな話があったけど、まあね、例えばそういう話っていうのが全然違うところに住んでるメンバーで思ったことを話し合って、でもだいぶ実は見方が違った、でその意見に対してさらにこういうこと気になるよね、聞いてみたいよねって話をまたお互いに返し合うみたいな、でも確かにやっても面白いかな。なるほどね。まあ、それは当然建設的な意味で、うん、なんか、いや、あいつらおかしくねえぞ、全然分かってないしみたいな風になると結局つまんないことになるから、まあそれもないと思うけど。うん、ないない。そう、なんか見方が違うことを知るっていうのはね、すごい難しいけど、友達から聞くと、ようやく。まともに聞けるっていうか、なんかテレビで言われてもさ、なんか正義面して言われてもさ、
実際そうじゃなくねっていうのは多分本当のところは身近な人がいないと分かんないかもしれない。確かにマサーの意見っていうのは面白い。今だから結局はみんなその自身を高めたいじゃないけどさ、まあ、そういう人を、ね、もちろんそのエゴで自分を持ってる豊かな生活にしたいと豊かな音楽とかねそういうのっていうのもあると思うし、まあ、そういうとこじゃない。いっぱい聴いてもらうっていうのは目的でもないし、結局はその自分自身がその豊かになるというか、好奇心もありますそうだね、うん、そうだから今、うん、デトロイト的トヨタシティブログっていう名前でやってるけど、うん、デトロイト的東京シティブログでやってもらえればリンクはするよね、うん、なるほどね、いろんな詩が出てるね。あ、そうそう、デトロイトやら、そうそう、タクヨタやら東京、そういうね、そうシールズとかだってさ、東京、今沖縄支部とか愛知支部とかなんかいろいろ広がってるけど、要は考え方の共有っていうものがやってると思う。これもちょっと また話し合ってもらって、まあ、多分一番いきなり集まって話すより東京は東京でやってもらってちょっとしてから多分会った方が面白いだろうじゃん。何回あえて3、4回ぐらい あえてね、うん、あえてちょっと距離を置いてやってもらった方が面白いかもしれない。楽しみだ、結構多分機材とかそういう編集のテクニックというか技術は多分大丈夫だな、うん、ここでね、うん、車の回とか好きだったから、ああいう話がいいと思う。何の回？車の回とか、うん、ちょっと専門的なこと知ってる人に話してる。そう、うん、実はあれ面白くてさ、本当はマサにも喋ってもらいたい部分あるんだけどね。ね、その意思、そう、そう、分解の本当にいないと思う。かなり希少価値は高いと思う。そういう情報に関するというか。でもさ、こういうのって本当にさ、ホテルだからさ、会社に許可取ってじゃないけどさ、できることじゃん。できることだと思うよ。別に業界の話をしなくても、うん、一般的な知識として話すわけだよね。そうそうそう。うん、この前、関節の話とかしとったじゃん。リアルの話をしたときに、リアルっていう、スラムダンク書いた人の井上剛彦の漫画を紹介したときに、プラスター、ローテンションプラスティーって、ローテンションプラスティっていうやつ、切断術の話、ね、そうそうそう、とかも忠実に再現してるんだ、本当にその医学の技術としてあるようなこともしっかりリアルで描かれてるよって、それの影響を受けてちょっとそういう勉強したいなと思ったよっていうのとかっていうのは、あんま普通に見てても多分分かんない部分だと思うし、トヨタ生産方式についてとかもあったよね。トヨタ生産方式知ってる？知らない？トヨタ自動車の、トヨタ自動車もその設計指針というか企業理念としてやってることっていうのがあって、で世界的に評価されてるシステムとしてトヨタ生産方式っていう考え方があるだろうね。俺とか同じ車だもんでさ、ちょいちょい話を聞いてたから全然知ったんだけど、しっかりと解説という意味で聞いたことはなくて、それをビロに紹介してもらったんで、なんでビロはビロでなんか勉強したって言ってたけど改めて、うん、っていう回があるんだけど、それ評判は割といい、YouTube で。そう、最近？でも、うん、今年の1月聞いてみるわ。ずっと言いたいね、うん、まあ、ファミレスでやってるからちょっとノイズも割と入ってるかもしれないけど、これはね、本当に組織の考え方とか、あとその結果いろいろ話していった中で、その研修とかってさ、企業とかやるんだけどさ、研修で今その
会社からその見ろみたいな社員が教わってることっていうのを話を聞いて結構なるほどのへーって思ったよね、うん、まず中小だとかさそういう別の会社とかとは違う考え方で教育してるから、ちなみにまさのなんて言ったらいいんだろう、装具なのか義手なのか何かなんていうジャンルになるんだろう、義肢装具の、まあ、例えば特集みたいな形で、まあ、みんなで、まあ、素人を含めて話す、まあ、ビルでいうところの車でいう特集の話をやったけど、何かその別体を持とうっていうふうになったらどういう切り口でやったら面白いかな。義足と装具は分けた方がダメかな。あ、そうなんだ。面白いな義足みたいな。あ、そうなんだ。聞いてて、俺はもうそんなに装具の方しかやってないから分かんないけど、義足の方がかなり発達してる、分かりやすいと。分かりやすいしニュースにもなってるし、そうそう、オリンピックかなんかでさ、今義足の人って多いじゃん、うん、でさ、義足の方が要はその速いじゃないけどさ、言うよね、うん、っていうのがあるじゃん。そう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 、でそれに、うん、そのまあよく知らないけどその素材だったりとかをさ変えて義足の方がぶっちゃけ日本人というか人間の足よりも速いと思う。ああいうのってもう倫理じゃん。倫理もあるとね、うん、実際もう分かんないもんね。そう、結局じゃあその義足の方が速いってなったらじゃあロボット走らせろって話になるしねえ、じゃあそれでやって基礎って何が面白いんだよってふうになるし、でも出さないと踊らないで差別だって、ね、そう難しいよね、すごく、ね、難しいね、うん、義足の性能って義足履いて走らないと分かんないですよね、うんうん、確かに建造物から履けるわけじゃないし、うん、難しいだろうね、うん、でもまあ、うん、そうだろうね、義足履くだけで難しいからね、ここはね、最初はね、うん、義足を履いて歩くだけで本当は難しいのに、あんだけ走れるということは相当な鍛錬が必要だっていうのはあるけど、それを健常者と比べちゃうとまた違うよね、うん、でまた健常者を超えちゃうとまた違うよね、それで、うん、じゃあそもそも健常者って何だったらしいんだろう、ね、そうすると今度は、うん、これは障害者の本の話で紹介させてもらったけど、そうそう、いけそうだね、それで行こうか。義足の今、義足の今っていうかなり硬いテーマから今観点から見るとそのスポーツの話になったり倫理の話になったり哲学の話になったりとかめちゃくちゃ広がるじゃんね多分、うんうん、それで行きましょう。じゃあ次は勉強する、うん、年末ぐらい、はい本当難しいよね、そういうのって。でもそれはその周が言った通りその差別的なっていう意味じゃなく、俺この前障害者の小説、うん、ドキュメンタリーの本を紹介したんだけど、うん、それっていうのは障害者の人を近くで見てるその記者がまとめた話なんだけど、うん、結果そのなんていうのかな、タブー化しててさ、うん、障害者の方の話をするっていうのは、うんうんうん、言ったら差別になるんじゃないかっていうことで何も言えないみたいなところがあって、はい、でそういう部分でその結構わがままになってたりしてる人もいるしみたいなのがあって、でもそこにかなり切り込むような、そう、隣で障害者の人見てるけどすんげえわがままなんだけど、うん、すごいやりたいこともあってみたいな、で結果そのわがままで言ってるんじゃなくって、そのなんだろう、その言わないと伝わらないっていうのをずっと突き進めてる人なんだみたいな、まあ、ざっくり言ってそんなようなことを紹介してる本があるんだけど、それって一歩進まないと絶対もう、それは何の障害？それはね、筋ジストロフィーっていう筋肉がどんどん衰えていく。あ、脳とかじゃないんだ。脳ではない、うん、だから脳はむちゃくちゃしっかりしてる、頭もむちゃくちゃいい人なんだけど、で普通に喋れると喋れる、うん、その人は結局その、うん、喉の筋肉も衰えるから、うん、
そういう病気になっちゃったら、もう基本的に喋れない、うん、人工呼吸気をつけて喋れない生活になるっていうのが当たり前だと思われてたんだけど、ちょっと前までその人がやだ喋りたいとか言って、そういう呼吸器をつけながら喋る方法を身につけたじゃないですか、うんうん、でそこからいろいろ考え方が変わって、今まではそのここの喉の部分を切開してその 痰とかも取らないと死んじゃうから、うん、喉を切って切開してやってたんだけど、今はそれがいらなくなったんですね。人がなんか人間の力でっていうか、そういうのをマスターしてできるよっていうのを実際に証明したから、うん、で医療が進んだりとか世の中の見る目が変わったりしたんだけどっていう、割とすごい人なんだけど、で近くで見たらすんげえただのわがままなムカつくやつっていうのを率直そのままに綺麗事にせずに書いてる小説があって、割とそういう業界に携わってる人はあのバイブルとして読まれてる本らしいんだけど、っていうのとかもさ、なんか聞かないとわかんないよ、そんなの。気にしちゃうじゃん、車椅子の人がいたらなんかちょっとどうしようかなとか、そんなのは別に見方を変えたらさ、結構実は、うん、なんだろうな、そういう日 もっと距離を縮めて見れることだったりっていうのを紹介してるんだけど、まあ、要は そういう話とかもさ、話してみないと分かんないから、うん、年度末までにやりたいの、一回3月ぐらいまでに、うん、そうね、それまでにやりたいの、半年以内だから、ね、うん、いや東京はもう別に年内でやればいいと思うけど、ね、じゃあ参戦、そうだね、参戦の場合もあるよ、その全然、それはもう横断全然可能らしい。ちょっとなんかせっかくだったら愛知と東京でつながってるんだよっていう、そういう何かしら その目に見える形のやり方を決めたいな、うん、ということは本当に単純にさっき言ったブログの名前はちょっとかなり近いものにするとかもあるし、うん、何かちょっとつながりを持たせたい、チームとしてやれるのは、で、あとはまあ勝手にやってください的な感じで、ね、別にその北海道だろうが沖縄だろうがさ、広がったらもっと楽しいから、うん、音楽はもう任せようかな。いやでも東京はでもそんな別に偏ってるもん、東京は。俺らにないジャンルはあるんだけど、俺らは俺らで家入りレオとか紹介するわけじゃん。俺でもそれを知りたいんだね。いや逆にね、ミスチルとか全然知らないから、うん、だからさ、その方が受けよくてさ、あいつこの上まだその、へーみたいな、なんかミロがすごい価値がね、そこでミロはやっぱり、うん、ね、いずれもうまいしね、うまいし、想像知らないところを知ってた、うん、ちょうどなんか知りたいようなところを知ってた、俺らがあんま興味ないようなとこ、ミスチルとか、うん、知ってるようで知らない、そうだから俺ら正直ミスチルなんてバカにしてるところもあったじゃん、だけどそのミスる何がいいかって歌詞がいいっていうのね、うん、歌詞をむちゃくちゃ聴いてんだ、で俺らその正直そんな聴いてなかったから、うん、あ、そんな見方する人がいるんだみたいな、うん、裏を返してる、でもそれスタンダードなんだ、まあまあね、スタンダードがいないかった、うん、だから俺らが新しいと思うんだよ、うん、だから東京にもいないでしょ、スタンダード、いない、だからミスチルの紹介はスタンダードすぎて全然あのアクセス数が上がらないじゃん、上がらないんだ、もういろんなものが出すぎててミスチルって調べたらいっぱい出るからね、うん、あ確かにね、すごい下になっちゃう、